アモチャンネル。どうなってんだ。はい、あ、はい、初めてです。いや、なんか表にカツラレンタル始めましたって書いてあったから、なんかそんなお店もあるんだなと思って見て。おー、いや最近ね、彼女とデートしてもありきたりばっかだから、こういったのをねつけてこうデートしたら気持ち変わんじゃないかなと思って。え、店長さん、あれでしょ、もしかして店長さん自身がねカツラかぶってるから、こういうカツラね、オッケーな世界にしたいとか、そういうことでしょ。そういうことでしょ。もう分かってんだから。すいません、なんかすいません、ごめんなさい、ごめんなさい、嘘ですよね。いやでもカツラもね、俺いいと思うんですよ。つけちゃっていいですか。あ、試着って言うんですか。あー、なるほど、かぶるって言わないですね。あー、まあかぶるって言うとね、なんかこうカツラがね、ハゲとかぶってるとか、なんかそう、なんでもないです、すいません、なんでもないです。あ、これすごい、冬かな、なんかなんかロシア帽みたいな感じでね、これ。うーん、なるほどなるほど。これ女性もんですか。あー、これちょっと前の青山テルマンですからね。似てるって言われますけどね。Thank you。 いや、これちょっと蒸れますんで、ちょっといいかな。あ、僕ね、髪染めないんですよ。こういうね、明るい色もいいかな。これ女性もんじゃないですか。いける。本当かな。まあでもいいな、楽しそうだしな、これ。あー、ごめんなさいごめんなさい。こういう感じでね。あー、はい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 。あー、いいな、今風っすね。あー、なるほどなるほど。今の青山テルマじゃないですか。いやいや、テンション上がるけど、まあ面白いですね、これね。あ、これこういうのいいっすね。僕ね、黒髪なんですけど伸ばしたことあんまなくて。あ、これメガネついてるんすか。へえー、変わってんな。いいっすか、すいません。あ、なるほど、こういう感じか。ね、あ、ちょっと浮かせる感じ。あ、なるほど、なるほど。あー、こういう感じ。あ、もうちょっと。あ、ちょっと前の石田一生じゃないですか、これ。いや、やですよ、これ。なんかもろにハゲてるって感じしますもん。これこれあからさまでしょ、これかぶってるって感じで。いいかも。まあここまで来ちゃってのね、いいかもしんないですけど。ああ、なるほどなるほどね。ああ、なるほど。ああ、これ今の石田一世ですね。いや、これはナイスわ。初めてで、これやだもん。これなんすか、最新の最新モデル。えっ、面白そう。これ帽子ついてるんすか。いいな、ちょっとかぶってみよう。あー、なるほど、この上から帽子をかぶるって感じですか。あ、なるほど。あー、こうかな。あ、こういう感じで。あ、あ、あ、あー、なるほど。あー、これアパホテルの社長じゃないですか。アパカレー。嫌ですよ、これ。これちょっと嫌だな。こん中で言うと、今のアヤもテーマですかね。ちょっと面白そうだし。え、大野さん来てる。え、どんな人ですか。え、小倉さん。Ha ha 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 ha.